観光まちづくり協会ではトンネルの開通を心待ちにしておりました。今までより20分ぐらい短縮できましたので我々非常に喜んでおります。朝倉地区が今まで以上に身近になり従来の付き合い以上のことができるかと思います。嘉麻市には多くの歴史もありますし福岡で有名な酒蔵、九州では珍しいリンゴもありますのでぜひ嘉麻市においでください。皆さん嘉麻市に来てね。期待することはですね、やっぱりもう道が通ったということでやはり、いろんな人の交流が、すごくできるだろうと。まあ嘉麻市と、まあ、秋月はですね、まあ歴史的にも、まあ、文化的にも昔からすごく、結びつきが強かったのでそれがもうすごく行きやすくなってですね、また新しいなんかこうイベントなりまた新しいものがまた生まれそうなそんな気がしてですね、すごく期待をしております。自然と文化と歴史の街秋月に来てね。今よく言われています働き方改革でですね労働時間短縮は言われておりますけども、今まで峠の道はですね狭くて株が多い道でしたので大型はあまり通らなくて200号の冷やみトンネルを大体通ってます。一番期待するのは時間短縮、それと安全には非常に有効的だと思います。朝倉商工会議所としてはですね、このトンネルの開通を機にですね地方地区とですね交流もできるようになりますし、運送業でもあるいは商工業においても朝倉市の活性化のためにいろんなことを取り組みをやりながら皆さんと一緒に発展させていきたいと思います。新しい道路に期待します。朝倉の方面はですねこの峠を通ってですね何度となく通っております。でなかなかやっぱカーブが多くてですねやっぱ幅員が狭くてやっぱ離合すらできんところがたくさんあるんです。それで私自身も何回か危ない目にありましたですね。冬にはですねこの地元には雪が降ってないからですね峠越えようと思って行くとですね、そしたらば峠付近がですね積雪峠って引っ返したことは何回もあります。トンネルが開通することによってですね安全にやっぱり年間を通して行き来することができるようになりですね嘉麻市とですね朝倉市が近くなるもんですから、住民同士の交流を期待したいと思います。お互いの地域が元気になることを期待しております。